ていきます。おはようございます。おはよう皆さんおはようございます。うん、OK、 おはようございます。あ、昨日早稲田行こうと前夜公演ありがとうございました。27日も29日、あ、昨日27も29も3連休の休日やったけど1公演でした。どっちとも楽しかったですね。昨日はリサさんとね、ゆきのさんが出てくださったんですけど、一緒にリサさんとね流れ星をやりました。楽しかったですよ楽しかった。はい、あれね、はい、楽しかったです。皆さんとめっちゃ目やったと思ってたんですけど、どうでしたか。ちょっとちょっと待ってくださいね。戻ってきました。それで何しだっけ、あ、ちょっとボソボソすぎてね、今雨なんか誰って感じなんですけど、髪の毛を切ったんです。だからね、もしかしたら、これめっちゃいい匂いなんです。匂い変えた、中身変えたんです。これ見た目と、あの入れてる用品、なんかこのパッケージと中身が違うんですよそう、だからね、匂いが違います。変えた、わあすごい、もうこの人当てで全然違いますね。あ、昨日はあと6人で入れなかった、残念、また来てください。アミしばらく公演空いちゃいそうなんですけど、皆さんアミのこと忘れちゃダメですよダメです。あ、わかった、前髪が変なんか、アミなんか、まあ前髪もまだやってないからなんですけど、なんかね、なんかちょっと変ですよね、なんかいつもの網じゃないやっぱり髪の毛って大事ですね。髪の毛の長さとかでこんなに印象が変わるんですね。今日は学校か、そうなんですよ、今日は学校です。あと1週間行ったらおしまいです。やっぱりミソネの七不思議でステージ上のみたいな汗が出てきました。え、やんな、なんでなんですかね、やっぱりなんでやねんな、わかります。昨日もやっぱ思うんですよ、ちゃんと思う、めっちゃそれ思うのが黄金センターの、ここですね、48のステージコンサートのところ、 2B かなのところがむちゃくちゃ、あのね、ミソニアと同じぐらいと思うんです。あとは命のへその 2A、 やりたいことのところがむちゃくちゃ、まあそれで二不思議ぐらいです。めっちゃ思うとこはそこです。他はみそらちゃんと隣ってのはあるけど、止まってるふりがあんまない気がする。タンポポも違うしな、ポジションが全然。なのでそんなところです。そう、おはようございます。おはよう、忘れるわけないじゃないですか。あ、よかったよかった、昨日めっちゃ目が合った気がしたよ、ありがとうね。あ、こちらこそありがとうねんでした。あのな、なんかね、皆さんほんまにあのたくさんペンライトありがとうございました、ありがとうございます。
見えてるんです、めちゃくちゃ網は。網は、え、光すごいですよ。めっちゃ見えます。ほんまにフィンライトってすごいで、めっちゃ見えるんです。だから皆さん、これからも降ってください。お願いします。おはよう、おはようございます。昨日は自宅 DIY 組でアミタにお会いできなくて寂しかったです。アミも寂しかったです。次出る声の時に見に来てくださいね。そう、髪の毛切って若返ってんねって。え、そうですか。でもね、昨日ね、昨日髪を切ってからの初の公演だったんですけど、みんなになんか幼くなったって言われました。髪の毛短いと幼いんですかね、なんでやろ。前の髪が髪短かったからそうやって見えるだけなんですか、それとも髪の毛短かったら幼く見えるんかな、どうなんですかね。ちょっと、はい、今は前髪がパッツンだから、パッツン、うん、まあもう前髪がそう短いんです、すごい。だからね、巻きすぎるとダメ。ただもう寝癖を直す感覚でアイロンが出てるだけって思わないと、本当にあのね、やばいから。というか前髪の量増えた、なんか髪、え、また増えた、うん、増えましたね、きっと。これはで、こうやって分けるんです、前髪、前髪じゃない、後ろ髪。そうすると、まあ元の髪に戻りました。全部の髪を前に持ってきたらちょっと多分ボサって見えるからダメなんですよ、きっとね。アミはあのさ、髪の毛を全部持ってきた方が似合う方もおるけど、アミは多分似合わない。はい、オッケー。なんかしっくりこないですね。まあ、髪切り立てってそんなもんですよね。でもみんなそれぐらい。おはようございます。おはみたそう。あ、でもね、あの今日ツイッターおはようが上がるはずなんですけど、そのおはようが上がる予定のやつはちょっと大人っぽいかもです、いつもよりもね。そう、おはようございます。ちょっと待ってください。信号の振り付けあきら先生、そうやって、だからね、なんかね、もうすごいって言ってますよ、皆さんみんなが。そう、 OK。 もうね前髪にこだわる時間はないです。髪はそういう考えでいきますね。もういいですって感じでいきます。でもね、これもね、あるあるなんかもなんですけど、学校行くとき、行き始めはまあいいやん、まあいい感じやんけど、着いたらもうボッサボサなのね。まあもうそれも、まあ、いいんですよ。なのに帰りはボサボサにならないんですよ。帰ってからが一番ね、前髪もうね、あのね、なんだろう、髪の毛もう、まあもう全部なんか行く前より帰ってからの方がいいんですよ、網は。それにいつもはぁってなります。だってさ、あのお出かけの時とかも、その帰ってきたらまあ息より良くなってんの。何なんですかあれ、めっちゃ嫌やねん。あ、もうね、前髪触らんって言ったけどね、やっぱりね、気になりますね。ちょっとだけです。でももうね、やりすぎはダメ。終わり、はい、おしまいです。おしまい。流れ星さんが単は爆笑だった、あれはみたいな考えたの、ちょっとだけマネージャーさんと考えました。はい。ブログは幼く見えましたが、ステージ上は大人っぽく見えました。ありがとう。ありがとう。幼くない時ってあるのよって、なんかいつもに増してみたいな。だからかな。そうですね、髪の毛アップしてる時はお姉さんに見えることあるよ。あ、見える時あるよね、やっぱりポニーテールとか。でも、ハーフツインってアップですか、あれ。髪の毛くくってたらアップなんですかね。
そんなこともないか、下ろしてるもんな。じゃあ母口の時は大丈夫か。 OK、 もういい、これで OK。 反抗期前から、え、でも切ってまだマシなんです。ほら見てください、まだ、まあまあまだマシかなって感じです。でもね、アミの好きな前髪ではないですもん、もともとこれが。まあまあまあ2個好きなのがあって、1個はこういう前髪で、2個はなんかちょっとシースルーが可愛いですよね。めっちゃ寝すぎました、さっき起きました、おはようございます、おはよう。坂田のタンの人ですか。あ、そうです、タンの人です、よろしくお願いします。そう、帰ってきたらしっくりきちゃうんですよ、めっちゃ嫌です。あれ、あの現象が一番嫌ですね。アミは前髪の反抗期よりも、もうアミだからお出かけの日に、あの学校にはな、前髪あげたくないんです、ポニーテールしていくから。だけど学校が休みで前髪を作ろうと思った時に、前髪反抗期やったらマミはあげます、前髪をすぐに。そうなんです、おはよう、おはようございます、みたん、おはよう、おはよう。わ、誰も、いっぱいありがとうございますね。え、前回言ってたリサちゃんの流れ星の真似したいところって何だったのかなって。あ、あのね、あのフリー、なんか流れ星ってフリーが多いんですけど、めちゃくちゃもう歌割りのところでさえフリーやねん。だから決まってるところをちゃんとやればもうほとんどフリーですような感じ。あ、サビとあと2人が会うところ感想ぐらいは合わせないとあかんけど、もうそれ以外はほとんどフリーなんですけど、フリーの使い方がめっちゃ上手くって、リサさん、あの何ですか、時間の使い方もやけど、フリーので踊るダンスがめっちゃ可愛いんですよ。だからそれもアミも、アミそれをアミも真似をしたいと思います。新公演詳細発表されたね、ね、ね、すごいですよね、完全オリジナル公演、2013年以来って書いてましたね、ね、すごいな。覚えるの絶対大変ですよね、一気に。そんなアキラ先生のフリやからな。激しいの多そうじゃないですか、フリが。だからね、難しそう。のみたん、昨日はありがとう、たくさん目が合った気がしてよ、ね、会いましたね、めっちゃめっちゃ会いました、あいも思ってました、ありがとうございます。皆さんと目が合いました。アミね、タンポポの時にバイバイする時に、最後にね、最後もうお辞儀して終わるやん、そしたらバイバイするとこがあるんですけど、そこはずーっとアミはあのね、紙手からずーっとこうやって一人ずつ目を合わせるぐらいのこのスピードでこうやってだん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 横向いてってるので、皆さんアミがどこ向いてるか、向いてる時に皆さん目合わせてください、お願いします。そうですね、2013年ダミタ何歳かって3歳ですね、2013なので3です、3歳です。でも今年入ってくる10期生の子は6年生やったら2013年生まれの子がいるってことですか。多分そうですよね、きっと。え、じゃあ2012か。でも早生まれやったら、あ、でも早生まれは受けられへんか、その時に11歳達してないとあかんってことは、早生まれは無理やな。じゃあみんな2012か。え、それ考えたらなんかまだ2歳しか離れてないんやって思いますね。なんかもっと離れてる気がしてた。なんかもうなんでですか、2歳離れって聞いたら結構と思うのにさ、2010年生まれと2012年生まれって聞いたらさ、そんな離れてるように感じひんねんけど、アミは。なんでやろうね、ですね、不思議ですね。え、コメントがめくれへん、なんでなんで、待って待って、手口を戻します一回。はいはいはい、
一回行くときは縦にすると、え無理やねんけど、待って、頑丈っていうか読めへん、もうなんで、ちょっとちょっとまあちょっと今じゃあ上に出てるやつ読むわ。小学生と中学生の差はある、すごいねかな。まあそうですね、中学2年生と小学6年生って聞いたらへーってなるけど、2個差って聞いたらなんでやろ、そんなに離れてるように聞か思わへんな。リサさんとも2個差か、最近気づいたんですけど、リサさんとゆきのさんって1個差ですよね。びっくりしたんですよ。なんでやろ、ゆきのさんが大人っぽいっていうのもあるし、リサさんがアミたちと一緒にアンコールで残ってたからやと思うんですけど、なんか1個差っていうことにびっくりしましたね。じゃあちょっととりあえず今日のいちゃんちゃんしもさんのを書きたいと思います。はい、グッドね、ちょっと待って、どうしねえ、無理、バグってる、ちょっとできました、あ、いけた、やったー、ちゃんとあのねめくれるようになりましたね。え、あみたん、おはねえ、そうなんです、だからそう思いました。はい、なのであみも、まあでもね、あみね、ちょっと、ね、年下ちょっと来るの楽しみなんですよ、ちょっとだけ。でも皆さんがそっちに行ったらあかんねん、行ったらあかんけど、あみが行く、あみが、あみは行くよ、あみは行くけど皆さんは行ったらダメ理不尽すぎるな、やめときます、そんなん言う、そんなん言わずにね。あっつ、机があちちですね、アイロンのせいで。あ、おかえいやでおかえいです。嫌やなうん、そうですね、アミは妹とか弟が欲しかったので、まあ何歳差でもいいです、年子じゃなければいいわって感じだったですね。まあ3個差ぐらいが希望だったので、まあそれかもじゃ年離れてる子がいい、5歳とか10歳とか、まあそれぐらい、もう可愛いやん、もう可愛いやん、だってだからアミはもうむっちゃ年離れてるか、まあそれほどやけど、まあでも年子はちょっとアミな、年子はちょっと嫌やったかも。まあでも今はね、本物の妹じゃないからあれやけど、本物に妹ができた時に年子は嫌だったんですね。まあ弟やったらいいけど、妹はジェラトとか取られるからダメです、アミはそう、理由がそれなんですよ、ジェラト取られるのが嫌や。はい、久しぶりにお馬さん書いてほしい、わかりました。そうですね、だからね、そういうことです、アミはそういうことです。でもね、ニコサカ分からへん、あんまり最近ね、ニコサとか一個サとかなんかね、喋らないんですよ、年下と喋る機会がない。でもマトの時はちっちゃい子と喋ってた、しかもニコサだから、アミニコサのことは仲良くできると思う。バトの時にずっとね、アミのことを好きって言ってくれるニコ、その年下のね子がいたんですよ。めっちゃ可愛くないですか、誕生日も折り紙を折って渡してくれました。だからちょっと大間さん久しぶりで書けへんな、うまく、え待って、どうしよう、ちゃんしもさんごめんなさい、なんか馬じゃないかも、アミは馬を描いたつもりなんですけど、そうお姉ちゃんから我慢しなさいって言われて、そう、それは嫌、それは嫌やからそうなんです、アミなんか目汁代わりになるね、ね、それだからな、やんな、あのそうなんです、ニコさん入ってくるかも、か、来るかも、ゴヨちゃんやテンちゃんが行っちゃうかもってね、行くかもですね、
もうそうなったら仕方がないです。アミもお姉ちゃんになります、そうなったら。まあまあそうですね。じゃじゃーん、馬です。どうですか。まあ結構うまくかけた、うまくかけた、馬にかけて、どどどこ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 。アミタもお姉ちゃん扱いから、あ、間違えた、アミタも赤ちゃん扱いから卒業してんの。いや全然そんなことないです。全然そんなことないけどですよ。でもアミはね、バトンやってた時も、あの仲いいグループでは一番年下やったからずっとね、アミちゃんって感じだったけど、でもアミが通ってるクラスはアミが一番上の年齢だったんですよ、その時。だからそこはまあアミがまとめ役でしたね。アミがカウントが言ってて、5、6、7、8ってやってました。はい、じゃあバカバカでいきます。はい、バカバカはい、バカバカありがとうございます。たーありがとうございます。そう、なのでね、だからアミは、アミ中間時点におったんですよね。そうなんです。バートの時はなんか何曜日レッスンでのがあって、まあ上手くなればなっていくほど、まあ上手くなればってかレベルが上がれば、それこそもう週6とか週5とかそれぐらいになってくるけど、初めはみんな週1から始まるんですよ。そうだから、その週1のところはね、アミが行ってた週1のクラスはアミが一番上だったんですよ。なので5、6、7、8ってかけてましたねそうですけども、あとはアミが曲かけたりですけど、でも仲いいこの中に入ったら、まあ、一番下なので、そうですね。バトンの時は社長じゃなくて中間管理職で、そうですね、まあそんな感じだな。でもね、あみだからね、ちょっとね、特技っていうか特技なんですけど、あの皆さんの顔を見るだけでなんかどんな気持ちが大体わかるんですよね。やばくない？なんかバトンの時ももう大学生とか高校生とかめっちゃ上の人もいるんですよ。でもそれこそ小学1年生とか2年生とかめっちゃちっちゃい子もおるんです。てかアミがまずちっちゃい頃から入ってるから、ちっちゃい子の気持ちもわかるけど、その選手権クラスってどこにおったか、基本ちょっとお姉さんとやってたんですね、アミ。だからまあ上の気持ちもわかるというかだからアミは、まあ、顔を見たら大体わかりますね。あ、でもね、アミサブリーダーやってました。そう、リーダーやる前に辞めちゃったんで、アミは。そう、多分ね、でもね、あと1年残ってたらもしかしたらリーダーになってたですね。そう、アミの年齢的にね、仲いいことは分裂されて、下のクラスでリーダーやらされてたと思うので。だけど、辞めちゃったので、サブリーダーをアミは2回かな ?1 回 ?2 回 ?2 回ですね、やりました。小5と小6でサブリーダーをしました。上がいる中でね、ちょっと怖かっただからはい、じゃあやります、呼びます、せーの。13位ペイちゃんありがとうございます。12位ラクラクさんありがとうございます。11位まふみさんありがとうございます。10位てっちゃんありがとうございます。9位ひろゆきさんありがとうございます。8位まぼさんありがとうございます。7位まさやかさんありがとうございます。6位コニタンありがとうございます。5位大見さんありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。3位日高浩二さんありがとうございます。2位コスモライトさんありがとうございます。そして1位はドド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 ン、チャンシモさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も朝からありがとうございます。まあ今日もね、お仕事がある方もいると思うんですけど、まあ、雨も学校なのでね、一緒に頑張りましょうね、うん、まあでもあと5日間まあそれぐらいなので一緒に頑張りましょうね。じゃあ雨は今から大好きなパンを食べますせーの、ちゃんしもさんありがとうございました。
じゃあまた明日会いましょうね。まあ、ありがとうございました。またねー。ありがとう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 ございました。頑張ってねー。またねー。ああ、バカ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 。バイバーイ。ありがとうございました。うん。